本日は冒頭市長より発言がございます。昨日の会見で、未就学児の特別給付金の説明をいたしましたが、ちょっと説明の仕方が悪かったのか、誤解があったようで、5歳児というのは年齢ではなくて、5歳児のクラスの学年の子どもたち、0歳から、そこ、その就学前、生年月日で言いますと、平成26年4月の2日から令和2年9月の1日にまでに生まれた子どもさんが、対象になります。要は就学前だけど6歳になってると受け取れないんじゃないのと、支給されないんじゃないのという誤解がされてますが、そうではありません。小学校行く前のお子さんをお持ちの家庭は全て、この特別給付金を一時金が給付をされますので、非常に混乱を招くというか誤解を与えるような、そういう説明になったことで非常に申し訳なく思っております。小学校前までのお子さんは、6歳でもこの給付金は受け取ることができます。まず僕からは以上です。それでは質問をお受けいたします。すみません、朝日新聞の笹川です。市議会の代表質疑1日目終わりましたけれども、本格的な論戦が始まったその中身、今日いかがだったでしょうか。いや、維新はね、もうその都構想推進で、一緒にやってきてるんだから、これはもう当然、同じ方向向いてるということで、あれですけど、やっぱりもう今日自民党をね、聞いて、やっぱりもう自民党は、が長年この大阪での、第一党であったし、僕も自民党にいたけど、とにかく大阪市議会というのは、もう大阪府が嫌いというか、府議会が大嫌いで、府議会に任すことは、もう、なんていうかな、もう府議会議員がそもそもこう大阪市内に関与することの、そこに対しての嫌悪感を持っていると、結局、そういうことなんだろうね。だからもう市民じゃなくて、自分たちが、市会議員として、今までもう、機嫌よく、やらせてもらってたものが、なんで府議会議員が入ってくるの、もうそういう話しかないなと思いましたね。だから、彼ら市議会しかやってないからわからないけど、僕は府議会経験してるけどね、もうあの3割自治って言った時もびっくりしたね。そんなこと言えば、ほんなら吹田の市会議員は もっと少ないし、府議会議員はもっと少ないし、大阪府域は大体7つのブロックで、府民センターとか土木事務所の運営やってます。大阪市域はその一つのブロックで、八百屋東大阪は中川地ブロック、北川地、それから、豊野、泉州ブロック、いろいろあるけど、そのブロックの中で一番数多いのは大阪市域だし、だから大阪市域以外で、大阪市域外の、人たちが全部固まって、大阪市の財源で自分たちのエリアの、なんていうかな、利益誘導なんていうのは、これはありえないし、今までそういうことは一切、やっていないし、逆です、逆。それはもう僕は警察の例言ったけども、やっぱり大阪全体の安全安心を確保するためには、10万人1人当たりの警察官は大阪市内が一番多いわけです。これはやっぱ繁華街もあるし人も多いから、でこの予算はだから大阪市内が一番1人当たりの住民1人当たりの警察予算というのは一番高くなってるんだけど、そんなことも知らないもんね。だから彼らにすると、大阪府議会に何かもの決められたら、大阪市内はもう廃墟となるような話してる、もう安全安心もなんか消防の話もしちゃい脅かされるみたいになったけど、これ長年それは大阪市がを一番重視 してきた、そういうのはやっぱり広域の議員として府域全体の、成長と安全を確保するという、そういう判断で府議会が動いてきたと
いうことをね、ぜひ理解してもらいたいなと思う。市会議員にとっては嫌なんやろね、うん、その北野議員の、まあ、最後の発言で答弁はなかったかと思うんですけれども、その都市制度とか、まあ、都市の在り方というものを変えるということと、その大阪の成長というのは直接はつながらないんじゃないかという指摘が最後あったかと思いますけれども、これについてはちょっとどのように。いや、これはね、彼らいつもそう言うんだけど、じゃあ今までなんでやらなかったの。今までこれ、今僕大阪バーチャル党って言ってるけど、バーチャル党構想って言ってるけど、だから今ある意味、府市の関係、行政制度は変えてきたわけですよ。行政 の, その一体となる組織も作ってきたわけです。福祉と推進本部、今は福祉と推進本部だけど、その前は福祉統合本部で、こういう組織を作って制度として、決定機関を作ってきた。その時とその前と比べてね、その制度があるからもの決まってきたわけだから、うん、で当時その制度のない時、だからもう二重行政の話も話し合いで答え出ない時と今と比べて、これはもう経済の指標が表してますよ。はっきり今の方が成長してるから、うん、域内の大阪市域内、大阪府域内、この GDP はやっぱり伸びてきてるんだから、うん、だからこれはもう経済指標が表してると思ってます。はい、わかりました。他ご質問ございますでしょうか。エビ氏、今日は改めて11月の実施を目指すという話もされていましたが、万が一こう議決後にその赤信号なり、何らかこうできないような事情ができた場合に、今公選法の57条で繰り延べ投票という項目があると思うんですけれど、その中身についてなんか知事が総務省と相談をしている話を聞いているんですが、それについて市長はどういうふうに。いや、だからそういうルール適用で、柔軟な対応できるのは、これ今コロナ禍において、のこう選挙ですから、そこは柔軟な、コロナの状況によって柔軟に対応できるというのはやっぱりこれは必要なことだし、今府庁の大阪府の方で、総務省とさまざまな協議をしているというのは承知してるし、やれるんであればやっぱりコロナ禍においては柔軟に物事は判断していきたいと思っています。その回答が、9月3日までにという話だと思うんですけど、万が一9月3日までに回答が来なかった場合に、だから法律に書かれていない、議決後に再議決をするという項目は法律には書かれていないと思うんですけれど、今赤信号を、議決後にもし仮に灯った場合、赤信号に準ずるような状況になった場合に、その住民投票をやめるという判断を何を根拠にしてできるのかというのがまだあやふやなのかなと思っているんですけれど、もし総務省の回答が9月3日までなかった場合、その議決後 の, その住民投票中止というのがあり得るのかどうかというのをお伺いします。いや、それはやっぱり柔軟に物事を考えていくけど、そこはやっぱり、これはもう非常時の話ですから、もうそういうことにならないようにコロナ対策やってるわけですけど、余震場赤信号が になって、本当に医療崩壊がもう目に見えてくる状況になれば柔軟に対応はいたします。となると、法律に書かれていないけれども、そういう中止っていうのも、議決後の、延期なり中止というのもあり得るという認識でいらっしゃる。だからその時はどういうルール適用するかはこれから考えていきますけど、そこはやっぱり目の前でもう人がバタバタ倒れてるような状況で医療崩壊が分かってる中では、これやっぱり柔軟に、こう一度決まったことだからというわけにはいかんでしょう。多少はやっぱり延期とかはありえない、60日内の範囲でのこう延期っていうのはできるかもしれないですけど、60日以内で収まるような状況じゃなかった場合に、どうするのかっていうのが結構気になる。いや、そのなんで気になるの？あれですか、そのもし議決後にこういう重症者もすごく増えるような状況が出た場合。いや、それ出たら普通はもう例えば10月の25日時点で、もう医療崩壊起こってると、そんな時に1日に投票って
っぱり無理でしょ普通は。だから柔軟な考え方というのはその時に何らかの手段手法でやはり火を伸ばしていくというのはありえますね。うん、他ございますでしょうか。産経新聞の中です、うん、知事が議会で赤信号を灯る灯らないに関係なく、うん、まあ、住民投票を行うにあたっては、まあ、社会経済活動これがまあどれだけ機能しているかということも要因じゃないかというような趣旨のことをおっしゃってたんですけど、うん、これについては市長どういうふうに考えますか。もう当然だからコロナで、まあ、世の中動けない状態の時に、例えばもう家にいてください、日曜日は出ないでくださいと言ってる時に住民投票のこれ運動も活動もできないでしょ。だからその、コロナの、状況以下ですけど、うん、だからまあ本当にもう、一つの仕様は僕は赤信号だと思うけど、うん、まあコロナ対策はもうそのために拡大しないように、感染拡大しないようにさまざまな施策を、まあ、今こう実行してる対策を実行してますけど、それはやっぱり世の普通に常識的にみんな普通の人が常識的に考えて今表に出れないねっていうような感覚の時はこれはやはり延期なり何なりをありとあらゆる手段手法を考えてやる必要はあると思ってます。必ずしもその赤信号っていうのはもう、絶対の基準じゃないという、うん、だからいやでも赤信号はまさに医療崩壊のこう医療崩壊が起こすシグナルだから、うん、だからそれは全く赤信号の気配もないのにやめるということはありえないと思う。他ございますでしょうか。毎新聞の岡本です。まあ、赤信号のところなんですけれども、まあ、8月6日の時に25日以内というところの中ではもう超えてしまっているので赤信号が灯りにくい状況というか、ルール的には1回その、黄色信号から青信号になってまた黄色信号になって赤信号になるという状況なんですけれども、うん、その例えば重症用のベッドが7割を超えるような状況であれば赤信号のような状況になっているというふうに市長の方で判断されて、その都構想の設計についていろいろ考えられるということがあります。まあ、だからその時 の, その, 赤あの7割のベッドかが、要はベッドが7割埋まっている状態でも下がり基調の7割なのか上がり基調の7割なのか、これは5割がベッドが埋まってても同じですよ。だからそういうところもやっぱ判断して柔軟に物事は、判断住民投票について、日時含めて判断しますよ、うん、だからもう日々例えば重症のベッドが毎日数十名単位で増えてくるようなそのような状況で、これまた専門家の皆さんがいろいろ議論してくれてるけども、コロナウイルスの毒性の問題もこれ今4月と比べたら今は弱毒になってるんじゃないかという専門家もいるし、そういう専門家の皆さんの意見を、まあ、こう考慮しながらいろんな人の専門家の皆さんの意見 をこうミックスしてやっぱり物事をパッケージで考えていきたいと思います。他ご質問ございますでしょうか。冒頭の未就学児の5万円の件なんですけれども、うん、まあ、この施策を打つ、意義というか、うん、狙いを改めて、まあ、市長の方から教えていただきたいのと、あと、まあ、今回は市長の所得制限というのを設けなかったというのが理由についてです、ね、まず、まあ、我々、のところにはね、やはり、このコロナにおいてその子育て世帯の今のこう働いている雇用状況とか報酬の状況というのが非常に厳しい。例えばパートの時間が減ってるとか、そういうのが非常にこうの声があります。で、小学校中学校については給食を無償化に
して、その部分で大体年間1人当たり5万円程度の可処分所得が生まれている。で、一番やっぱり厳しいのが、0歳から5歳。この5歳って言い方、0歳からもう6歳ね。だから、5歳児クラスの、その子供がいる世帯。この世帯がやっぱりもう大変だというので、この世帯にをやっぱり支援していきたいということで、まあ一時給付金を考えました。で、本来は所得制限をかけたいと思いますけども、今分かっている所得っていうのは去年の所得しか把握できてません、役所は。去年のだからコロナの影響は今年の、まあ、2月頃からスタートしてますから、例えば旅行業界、それから、要はサービス業、去年非常に良かったから、やっぱり去年の所得でいくと、そんなに低所得になってない、去年の所得でやると。だから我々コロナ対策、コロナの、このマイナス影響をの住民の生活をいかにこう支援していくかですから、今年は、その所得制限というのがコロナ対策には当てはまらないということで、給食も所得制限をしておりません。ただやっぱり何度もこれ1回で済ましたいけどね、もうコロナのこの、治療薬とワクチン早く出てほしいけど、これからやっぱりコロナにおいてどのような第3波第4波がどうなるかわからないし、だからやっぱある程度こう絞り込む中で、申し訳ないけどね、やっぱり給料減ってないことが確実視されている人たち、これはちょっと、この支給対象から外そうということで、我々公務員は外させてもらうということです。やった、給料減ってんのか。減ってません。ほんまは君らも外さないからな、うん、だからもうはっきりしてる人はちょっと外させてもらう。だからこれ本当はね、やっぱりこういう危機事象にすぐに対応できるためにもね、やっぱりマイナンバー活用して所得とそれから口座を紐付けしてね、必要な人に必要な支援が届く体制というのはね、やっぱりやるべきだと思うね。これ個人情報等々あるけど、やっぱり国がこれを責任を持ってやると言うんだから、そういうことを国会で議論して早期にこういう事態になってるんだから、でないと国の給付金10万円も、まあ僕ももらいましたよ、これみんなももらった。やっぱり大金持ちのところにも10万円いってるし、まあ我々はやっぱりその部分はこれ給に回してるけどね、でもあれは国が決めたんだから、それはやっぱりあとは一人一人の意思ですよ。でもあれで1回やれば12兆円のお金が必要。でも日本の今の財政状況で本当に困ってない人に12兆円、これは次の世代のこと考えて本当にいいのかなと思ってます。で、僕はやっぱり次の世代のことを考えて、次の世代向けのやっぱり支援というものをしっかりしていきたいなと思って。そもそもまあその所得がなかなか把握するのが難しいというと現実もある一方で、その支給を急ぐというか、そのスピード感を持ってこの施策を打とうという、そういうお考えはあるんでしょうか。だってもう目の前で困ってるこれ、うん、まあ僕の知り合い友人でもね、そのサービス業、それから旅行業の人いるけど、うん、8割報酬、要は売上8割減、2割減じゃなくて8掛けじゃなくて8割減で、もう本当どうしようもないで、ちょうど我々世代というのはちょうど子供らがその子育て世帯で、もう それを彼らも言ってたけど、もう自分らよりね、そっちがですよね、今の20代30代で、これ本当に生活、この夏ボーナスなかったなんていうのはもう普通に話聞くからね、
だそこをなんとかしてあげたいなという思いで、急ぎました。うん、まあ、急ぐというともこれ9月の議会でとにかく議決もらってすぐだから、申請なしの方法を考えたということです。その10月末の支給というのが何かいぶかしむ言い方もあるんですけど、下水なその感覚は、うん、そんなことは一切考えてません。もうとにかく10月じゃなくて9月にも出したいけど議会の都合があるから10月になっているということです。他ございますでしょうか。はい、西尾総です。財政シミュレーションについて先ほど議会でも質問があったかと思うんですが、改めて財政シミュレーションについてですね、IR なども2025年想定で作られていると伺っているんですが、改めてその効用というか有用性について知事の考え、市長の考えをお聞かせ願いますでしょうか。日本は地財制度というもとで、地方の自治体が成り立つ財源は保障されているわけですよ、うん、だからコロナによってさまざまな経済被害出てますけども、そのことがイコール、市の、自治体の財政が急激に落ち込むということにはなりません、うん、だからこれはやっぱそれが日本の地方財政制度という仕組みです。これはどこもうこれ決められたものだから、これが仕組みがなくなるとか変わるとかいうのは日本の国が潰れる時だけ、うん、国家がある限りこの制度を維持されてる、うん、我々はもっと地方に権限と財源をよこせっていうことをやるけどね。だから今国もキャッシュはないよ。でも国はお金する力はもうあるわけだから、札印刷する。だからそういうことの制度の中ではこれは都構想を実施して特別区を作ったところで特別区の住民サービス、財政破綻を、特別区が財政破綻を起こすことはありえません、うん、ただそれはやっぱりそれ特別区になった後はね、やっぱりその区長と議会を住民の皆さんがやっぱりチェックして選ばない、うん、それは大阪府と大阪市も今でこそ財政調整基金これだけ積み上がりましたって言えるけど、これコロナ大阪府の場合は例えば10年前に橋本市さん以前にコロナの危機来てたらもうお手上げよ。だって財政基金ってその時ゼロだから、まあ、あったとしても10億ぐらいだから、去年の時点で財政基金は1400億僕が積み上げて吉村知事にバトンタッチしてるからね。橋本さんが知事になった時はもうゼロだったんだから、その時にこのコロナが来てたらコロナ対策なんかできない。でもそれは人によるじゃない、そんなの、うん、でも制度としては今の地財制度の中で特別区設置すればこれは成り立つということで、財務大臣が意見なしというそういう答えを出してもらっているというこれが事実です。特に今回指摘でも大阪メトロの業績が今一時的に悪化しているなどの指摘もありましたが、それを踏まえてというか、それを丁寧に説明した上で、ある程度財務シミュレーションをし直そうとか、まあ、ちょっとその公表の形を変えようとか、そういった考えは今とかありますでしょうか。じゃあ、ほんなら2025年にね、メトロはこう事業計画でコロナが落ち着いた場合、メトロはこれだけ増えましたと。こんだけ増えてるからもっと使えますっていうね、そういう想像のことは言えないじゃない。だからこれコロナって特別な事象じゃないの。去年の、財政状況が要はまあごくスタンダードなものなんじゃないかなと僕はそう思いますけどね。メトロの業績もコロナのよるもので今悪化してる。当たり前の話。鉄道各社全部ダメなんだ。輸送業、うん、でこの状況をね、だから都構想の制度の財政シミュレーションに用いれるべき。だから25年に、特別ができるんだから、だから25年の時に想像してコロナはこの1年で落ち着いた場合、世界が V 字回復して伸び率こうなったっていうのをそこまでじゃあ感情に入れるのかといえばそれはまだ先の話でわからないから、うん、でもやっぱり一番スタンダードなのはコロナ以前の財政状況で市民の皆さんに判断いただくのが僕はスタンダードな形です。100年に一度の事象を
取り入れて判断してくれっていう方がやっぱりちょっとなんていうかな、ある種こう、なんていうかな、判断の基準を見誤らせるんじゃないのと思いますけどね。よろしいでしょうか。それでは終了いたします。チームの原田さんお願いします。そこの、財政シミュレーションの関係なんですけれども、先ほど、今の、関係では財務大臣が意見出しということで、総務大臣の意見出しというところなんですけれども、先ほどちょっと、総務省に確認したんですけれども、放送の設置 その立て付けとかについて意見なしということであったということであって、その、特別区のですね、その財政状況についてうんぬんということではなかったというような、その事務方の言い方なので、ちょっとどこまであれかは分からないんですけど、そういうふうな説明を受けていただきます。それはそうだ、向こうは都構想 の法定協議書を見て意見なしと言っただけだから、そこに協議書の中には、そもそも財政シミュレーションは、協議書の、必要な、協議事項ではありませんか。でもそれは役所としてはそういう答えになるけど、この間その総務省とさまざまな協議する中で財政シミュレーションの話なんて当然やってるじゃない、事務方同士。だからこれは都構想をずっとこの話の中でね、国の考え方は今の大阪府の大阪市基準財政需要額、今の交付税のその要件、これをこの制度を変えることで圧倒的に増えるような、国からの交付税措置が増えるような形はこれはダメですよということは最初から言われてるんで、だから成り立つ、今でも成り立ってるんだから、それだからそれは、法定協議書の協議事項ではないけど、これは事務方の中できちっと話はできてるし、で総務省は今日も所掌事務の中でね、国の府や自治体の財政悪くなってきたら総務省はもうの権限で、健全化団体などだとか、それから、記載許可団体とかいろんな総務省が権限を行使して、で、要は自治体独自のにお金使えなくなるんだから、だから総務省というのは自治体に対しての金の使い方、財政状況は徹底しておかしければもう完全に、指導助言、助言以上にも最後は強制的に総務省の言うことを聞かすようになります、だからそういう総務省が意見、全く成り立たない財政シミュレーションで意見なしという答えは出しません。よろしいでしょうか。それでは終了いたします。続いて政府の質問ある方は特にないでしょうか。では終わります。はい。